モスイフットボールハレディアですということで本日はカーソルチェンジ講座をやっていいいきたいと思います皆さんねカーソルチェンジお得意でしょうかまあ、こういうふうにね白い矢印を出したりとかして、まあ、選手を切り替える操作のことをカーソルチェンジっていうんですけれども、まあ、これね L1 とかねちょんちょんやって、まあ、自動でね、えー、頭の上に薄い 三角がついてる選手に変わったりするんですけれども、まあ、上手い人はねこういう風にしっかりとね右スティックで変えたりするので、まあ、ここら辺を今回は紹介していきたいと思いますではじめに重要なところはここですね、えー、設定のところからキーコンフィグいってもらって三角の詳細設定をしていただくとこのマニュアルカーソルチェンジタイプというものが表示されますでここで、えー、初期設定はこのボール起点になってるんですけれどもここをカーソル起点に 変えることをお勧めします、まあ、ここがねボール起点でやってる猛者の方っていうのはかなり少なく基本的にはこのカーソル起点になるのでここはね、えー、確実にね変えておきましょうそしてコナミさん見ていたらここ初期設定カーソル選手起点に変えてあげてほしいなと思います、まあ、難易度がね、えー、まあ確実に変わってくると思うのでここはね、えー、しっかりとカーソル起点選手にしましょうで初めにね、えー、こちらのね L1 でカーソルを変える、えー、ことをね やっていいいきたいと思いますおそらく初心者さんの中だと、まあ、右スティックでカーソルチェンジできるっていうのはそもそも知らない方も多いかなと思うんですけどこの L1 で変えるとね自分の好きな選手に変えれずにこういう風にねボールホルダーに対して近い選手に基本的には変わるんですけれども思った選手に切り替わらないなってそれで失点しまっ知ってしまったなっていうことがね皆さんあると思うんですがここをねしっかりとね右スティックで変えることによって 自分の好きな選手ね、こういう風に変えていけるかなと思います。はい、こういう風にね、囲んだりとかできるんじゃないかなと思いますね。で、練習方法としては、このトレーニングボードって、相手をね、えー、ここですね、えー、設定のところ、トレーニング設定で、相手をね、追加して、スーパースターとかにして、えー、基本的には相手にボールをね、を取ったら渡して練習するのがいいかなと思います。で、こういう風にね、カーソル変えて、パスコースに対して、こういう風にね、カーソル変えて、横パス切って、縦いかせて取るとか。 まあこういう、ね、え感じでやるのがいいかなと思います。で今のところも、まあ、リプレイですね、見ていくとここで、えーまあ、進んでいちょっと戻りますね、ここで,で,でこの瞬間にハレリアは、ねあのー、このセンターバックの左側のこの選手ですね。この 延長線上にいる選手を動かしてこれですねここの横の選手を動かしてこのねラッシュフォードへの横パスを切ってます。でこういう風なねマッチアップをして切って縦に行かせることによってここでね体を入れてサイドバックで取ると。まあ、こういう感じでねカーソルチェンジっていうのはえボールをねえ取るだけでなく。 そっちに、ね、誘導させるみたいなこともできたりするのでここら辺はかなり重要かなと思いますでこういう風にに、ね、しっかりと右の矢印を出して取るのがいいかなと思いますでこの白い、ね、矢印に関してもこの設定のキーコンフィグのところでこれですね、えー、入力方向ガイドかな、まあ、これをねあターゲットガイドかターゲットガイドをすることによってチームメイトスイッチ操作時に対象となる選手を確認できるガイドを表示してくれるのでここはねオンにしてこの白い矢印を出して好きなね自分の 変えたいなと思う人の選手に変えるのがいいかなというふうに思います。で、まあそのやり方は知ってるけどうまくできんのじゃっていうね人、まあ、正直、えー、心の中で手を挙げてほしいんですけども、まあ、そういう人にね向けて、まあカーストチェンジ晴れではまあ、なかなかね、えー、得意な方だとは個人的に思ってるのでここ紹介できればと思います。で、練習方法に関しては。 えっとシンプルに良質転換かなと思っててとにかくまずはやってみるまずはこの設定にして自分の好きな選手に変わらなくてもいいのでこういう風にね右スティックで変えてみるで自分の好きな選手に変えれるかな変えたい選手に変えれるかなっていうのをこういう風にね早く、まあ、正確にできなくてもいいので、まあ、一旦ね えこう早くね、とにかく量をやってみるっていうのがいいと思います。で、そこをね、量やっていくと、まあ、だんだんね、質っていうのがつかめてくると思うので、こんなにね、カーソルチェンジをね、する必要はないので、まあ、ここはカーソルチェンジしない、ここはする、しない、する、で、ここで横を見る、はい、しない、で、ここでパスあのシュートコース入るみたいな感じで、まあ、無駄なね、えー、カーソルチェンジっていうのをどんどんね、減らしていく方向がいいかなと思います。なので、カーソルチェンジをね、とにかくやりまくって、質を上げてって、回数をね、 ま可能な限り減らして、えー、適切な回数してあげるっていうのが、えー、一番ミスも起こりづらくいいのかなと思いますで最後にね、えー、見本見せて見せたいと思いますでここでしっかり変えて内側切るでこれこ切るでここもね必要なんで、えー、縦切るでこれライン上げて圧縮するでこれ線場出るで内側切るで縦に誘導して取るとこれ完璧ですよね、まあ、こんな感じでね、えー、やるのがいいと思うので是非、えー、ね皆さんも ここね、試してほしいなと思います。でもう一回、ね、やっていきましょう。はい、ここで、はい、斜め切るで。ここで縦切って横に出させて取ると。でここも今のも、ね、めちゃめちゃ正直細かいんですけれども、ここですね、もう一回見ていきましょう。はい、ここで、ちょっとメディアギャラリーから見ますか。ここで、はい堅固で、ね、横パスを切ります。で この瞬間に扇原でラッシュフォードのコースをカセチェンって切ってるので相手はね、えー、一番ゴールに近い選手に出せなく、まあ、横に出しますねで横に出した後にこのね対角のこの対角じゃないですねサイドバックの上がりのところを右裏で切ってますでここで扇原で横のワンツーパスをね切ってますよねなのでここでしっかりと当たって取ってくれるとでここに ちょっとねポイントなのが最後のこのラッシュフォード取ったところなんですけれどもパスコースを切ったら次の選手に変えるっていうのは一個いいいかなと思いますずっとね立ち続けても、えー、他の行動ね切れないのでここでね、えー、横のパスを切ったらマテウス・モライスで、まあ、ラッシュフォードが縦に、まあ、斜めにドリブルしてニア側にシュートっていうコースを消すために、えー、変えてますで。ここでラッシュフォードのようにね前のところに選手がいないのでここは2 1とかでチャレンジして取り切る。 取り切っていくシーンかなと思います、はい、なので、ここでねしっかりと横を切ったことによって、まあ、縦の、ね、ドリブルコースも切るということで、まあ、これは完全に、ね、この瞬間には完璧な守備ができてたかなと個人的には思います。で、ここでね、まあ、上手い人とかだとラッシュフォードからねこの下のところにいる中盤の選手に落として振らするとかしてくるんですけれども、まあ、ここはね、後ろに下げられるところのパスコースっていうのは優先順位としては低いのでここはね下げられたら下げられたであのいいかなと思ってます。 しっかりとね得点にまずつながるところを消していくっていうのが大事だと思いますねよしもう一回やっていきたいと思いますここもね立て切って OK ですねでこれしっかりとトレーニングモードっていうのは、まあ、ドリームチームも使えて、まあ、今ね EJ のスカットで練習してるんであれなんですが、えー、とドリームチームの能力とかでね試すのも結構いいかなと思ってますはいでここで斜め切る裏抜け見る横見る横切るで 追い越しの選手見るカットイン切るでここで動かすでラインアップ脱縮するでこれね斜め切ってあこれはねドンマイですねただこれはまあ、ドリームチームとかの、えー、能力の選手だとブロッカー持って止めてくれるのでまあ、今のはねちょっと ej の選手ブロッカー持ってないので止めなかったっていうシーンになりますねはいもう一回やっていきますここでしっかりとクリアして相手に渡してはいつないでくるでレオセラでまず中盤のコースキル これ縦パスキルでラインで圧縮するでここねゴー行っていいと思うシーンなのでここで裏ケアしながら、えー、っとチープレで行かせるでここもチープレで行かせる、うん、これはねうますぎますね今のは無理です <laughs> 今のはちょっとさすがにうますぎたってことで無理だったんですがもう一回ねやっていきますはいクリアしてあもちろんね基本的には攻撃側の方がゲームっていうのは有利なので、まあ、どうしようもないね シーンっていうのはあると思いますが、まあ、1つずつね。練習していくのがいいかなと思います。で、ここも追い越し見つつ、内側切るでしっかりとね。こういうところをクリアするみたいな感じではい。もう一回やっていきます。はい、横切る。縦切る。斜め重要なところ切る。横切るでこうターンさせない。ターンさせないでクリア OK ケー。まあ、こういう風に、ね、しっかりターンさせないことで難しいプレイを選択させるっていうのもできるんで、これ変化かなと思います。はい、ここもしっかりとね、えー、止めて,って。 でここもねカーソルをしっかり変えてチープレで行かせるとでここがねめっちゃ結構大事なハレリアの守備ポイントかなとあんま教えたくないポイントかもしれないんですけどまあそのポイントかなと個人的には思っていて、まあ、パスコースにカーソルを当てながらチープレで行かせるとこれがね基本的にハレリアが結構取る方法かなと思ってます、はい、この瞬間にね、えー、ハレリアのピンク色の身裏にカーソルを当ててるんですけれどもこれね 内側のパス横パスワンシーを切るためにこのマテイス・モライスにカーソルを変えてますただそうするとそれだけだとねボールホルダーにプレッシャーかからないのでチームプレスを発動させてここでね取ってますねでここに関しては、えーまあ、今はチームプレスで取ってくれたんですけれども、まあ、ボールホルダーのところボール取れそうだなっていうタイミングでね、えー、L1 を押すことによってチームプレスの選手に基本的に変わってくれるので、まあ、こういうところはね えー、チンププレレスっってていいいいううののををままく使いつつ、えー、プレッシャーかかけるのがいいかなと思ってます、はい、でここもね、えー、パスコースに入りながらチープレでプレスパスコースチープレでプレスバックみたいなはいで今のシーンもパスコースチープレプレスバックなんですけどちょっとねかっこいい名前になってますがここね見ていきたいと思いますはいここでまず水戸君で、えー、中盤を切る はいでここでね相手がうまく丸パスしてきたので縦通されるで内側ねしっかりチープでかけながら、えー、ここでね鈴木徳まで縦切るんですけれどもここでね縦に出せなくてサイドに出しますよねこの時に注目してくださいボールホルダーには全然近くないんですけどもチーンプレスを押してますでこれはね今チーンプレスかかってる選手レオセアラなんですけれどもここでね中盤がまあ、早く出したので取れませんでしたがここでもたもた えしてくれたらこのレオセアラがね後ろから追っかけて取ってくれたりとかあとはね取れなくてもこのどえと今、左サイドに相手が展開しましたがレオセアラがね左サイドの方に寄ってくれるのでここでね次、例えばこの今パス出した選手にリターンとかした時に取ってくれたりとか圧縮まあサイドのとこスライドすることできるのでこれはねかなりいいかなと思います。こでここででチープ発動したことによってレオセアラがね このアンカーのところについてますよねということでこのアンカーポジションのところセンターフォワードねしっかりつくことっていうのは個人的には大事かなと思ってるのでこのねリターンのパスコースですね一旦こう攻撃が詰まった時にやり直す選択肢っていうのをこのチープレで切れるということでこのチープレっていうのは個人的にはガンガン使っちゃってもいいんじゃないのかなと思ってます。 ま,あまずはカーソルチェンジだったりチームプレスっていうのはとにかくね使ってみて覚えるのが一番だと思うのでこういうところもねサイドで21ではい行きましたがここもね今のもえと縦と横はね両方実は切れている守備になってますはいもう一回見ていきましょうここですねはい 三浦でクリアしたこのタイミンングここうういうシーンありませんかこぼれ球、どうしてもねこのゲーム広がってしまうので、サイドのところ、ドリブル、上手い相手になかなか対応できない選手、えー、プレイヤーというのは多いかなと思ってるんですが、ここでね大事なのはやっぱりこうドリブラーに対してはまあ2人で対応するのが大事かなと思うので、ここでね縦と横、しっかりとね三浦で縦、えー、中村健吾でみ、えー、と中側のねコースを切ってるということで、2つのコースをうまく切れてるかなと思います。はい、こで三浦で立て で、えー、で横ですねでこれチープレイを発動することによってしっかりとこうサイドにスライドして、まあ、行ってくれるかなと思ってます。で基本的にね、堅、ま、語、あのところ出たらそのスペース、堅語のスペースのところ空いちゃうじゃんって思われるかもしれませんが、やっぱりこのサッカーゲームっていうのは基本的にノープレッシャーで蹴られるのが、まあ、基本的に良くないと思うので、クロスだったりね、まあ、シュートとかもそうですけど、基本的にね、まあ、2枚とかで、えー、行くのがいいかなと思います。はいなのででねここで まあゴールの確率としては低い、このまあ少し手前からアーリークロスのようなところを選択して、しっかりとねセンターバックでクリアしましたね。こういう感じでえ確率のね低いプレーを選択するっていうこともできるので、まずはねこういう風に早くね設定をちゃんと変えて、右スティックでえーカーソルチェンジするのがいいかなと思うので、まだねえやったことないよっていう人はねぜひやってほしいですし、応用編のところでねチームプレス、こういう風に使うと、よりねプレッシャー、圧力かけて守れるよって思うので、 ここういういところねまずしっかりカーソルチェンジカーソルチェンジカーソルチェンジみたいな感じで自分の中でもう呪文のように唱えながら、はい、やるのがいいかなと思います、はい、カーソルチェンジ、はい、内側切る、はい、外,外はいいやらせてオッケー外に出させるでここで中切ってチームプレで L1 で変える縦誘導するで黒。 クロス上げさせて、うん、これ入っちゃったけどまあ能力の高いねドリンチームセンターバックやって今弾き返してくれるのでまあこういう感じでね守るのがいいかなと思うので是非ね試してほしいなと思いますここもねカーソルチェンジカーソルチェンジ、はい、カーソルチェンジまずねうまくいかなくてもやっていくの大事なのでやりましょうでここね縦切ってクロス切って内側も切ってワンシュー切って OK ですねまあこういう感じでね まあ難しくてねどうしても攻撃有利なのでやられてしまうシーンっていうのはねあると思いますが、まあ、少しずつね試していってほしいなと思うのでぜひねこの動画が参考になったよって人がいればチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたしますということでまた次の動画で会いましょうバモスイフットボール <music> You suppress all the thoughts in your head and say it's complicated You hide your pain but I can see it it's